これ薄付きだからな。よし、1983さん、ありがとう。掛け軸総帥さん、神ありがとう。情報技術系さん、ハートありがとね。今日はさ、アイロンしなかったんですよ。全く前髪もどこもアイロンしてなくて、どうですか。どまさん、掛け軸ありがとう。ソースイさん、アイラブーありがとう。ごっちゃんキラキラありがとう。どまさん、髪ありがとね。いい感じね。今日メイク濃いめじゃない？どう？ちょっとなんか濃いめのメイク挑戦してみたいなって思って。ナチュラルでいいんですけど、全然。でも濃いめにしてみました。よし、1983さん、おしるごとキラキラありがとう。どもさん、ピンクのくもちゃんペンライトありがとうね。翼欲しいさん、キラキラありがとう。やすさん、キラキラありがとう。やす1983さん、ハートありがとう。メイク濃いめじゃないですか？どうですか？濃いめ。ちょっとアイシャドウね、濃く塗ってみた。あと10時間。今日の配信は、今日はイベントラストなので、あの夜もやります。夜もやる予定ですよ。夜はね、何時からしようかな。でも夜は、今日は9時59分までなので、このイベントが9時とか8時半からとかかもしれない。夜にやる、やりたいなって思ってますよ。そう、でもね、ファンデーション塗ってないんですよ、私。ただただアイシャドウを濃く塗ってみた。この配信は、1時間とか1時間半とかくらいかな。まあ、1時間やって終わるか、1時間半やって終わるか、1時間ですね。1時間でいきましょう。あ、そうだ、このイベント2時間までしか1日できないので、1時間ですね。みっつーさん、ありがとう。神、そう、このイベントね、時間制限あるんですよ。2時間だった気がする。そうですです。そうだ、今日はね、あのファンの方からプレゼントがね、また届いたので、それを紹介していきたいと思います。ではでは、なんか袋にね、袋詰めしてくれてるんですよ。ちょっと袋から出して紹介していきたいと思いますね。ではでは、靴下がいっぱい届いた。しかも可愛いの、見て、とっても可愛いんだよ。可愛い靴下が届きました。紹介していい？すごい、靴下がさ、1,2,3 5足届いた。5足届きました。紹介していきたいと思います。そうだ、今日ひとみさんのね、卒業公演ですよね。よし、ではでは、行きたいと思います。行きますよ。ナイスミドルさん、ハートありがとう。こうちゃん、ハートありがとね。なんかね、お菓子のキャラクター、わかる？お菓子のキャラクターじゃない、お菓子の靴下、お菓子のブランドの靴下みたいな、なんていうの、お菓子、そうそう、お菓子の靴下が届きました。一つ目、じゃじゃん、チロルチョコ。
チロルチョコ、チロルチョコ、靴下。続いてめっちゃ可愛くない？ドゥドゥン、ビス、ビス、私の好きな、私の好きなやつ、あのチロルにさクッキー入ってるの分かる？このクッキー、クッキー入ってるやつ好きなんですよね。そう、クッキーの靴下。続いて、あ、そう、これがね3色、3色あって、ドゥドゥン、ドゥドゥン、ピンクと黄色と青。こうちゃんハートと花ありがとう。そう、私お菓子のやつだとねこれ好きなんです。あ、これ全部同じ味で、そう、お菓子にするとねこれ全部一緒の味なんですけど、そう、一緒の味やっちゃうけどこれ好き、私、本物のお菓子にするとね。そう、ピンクカムさんキラキラありがとう、めっちゃ可愛い。あ、でこれが好きなんですよ私。なんか本当は、本当はねこれ全部お菓子のやつ好きなんですけど、好きやっちゃうけど、これねどうしてもコーヒーが入ってるから今食べれないんですよ。そう、前はめっちゃ好きだった。うん、でこれが私が一番好きな、あのチロの中で一番好きなやつ、ミルク。めっちゃ可愛くない？この靴下、この靴下めっちゃ可愛い、可愛い。24センチまで履けるみたいなので、私24ぴったりですね、履けそう。あ、そう、これねちょっとあのね本当はコーヒー好きなんですけど今ダメなので、味覚的に。あ、え、これさ黒と思ったら茶色なんですね。茶色だわ、かわいい、かわいい。五色持ってかわいいね。よいしょっと、めっちゃ可愛くない？これと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 これ、ありがとね、嬉しい、いっぱい履きます。続いて、あ、私の一番好きなやつのこれもある。あ、ガチャガチャのやつだ。ミルク、いつか開けるわ、本当だね。なんか入れれるやつ、なんか薬とか入れるのにちょうど良さそう。だからなんかさリップとかもさ入るくない？これギリ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 入るか、入るね。シノハートありがとう。そしてそして、こんにちは皆さん、今ねプレゼントを紹介してますよ。ファンの方からいただいたプレゼント、つい最近届いたので。なんだこれは、鈴。あ、待って、これなんだっけ、なんだっけこれ、ちいかわじゃなくて、ちいかわだっけこれ、おぱん、おぱんちゅうさぎ、おぱんちゅうさぎ、これよく見る最近。これちいかわではないんだ、おぱんちゅうさぎっていうの。自転車キーホルダーって、お、かわいい、ありがとう。おぱんちゅうキーホルダー、うん、違う違う違う、おパンチウサギ、おパンチウサギっていうのって、なんか最近よく街で見かけるあれですよね、キャラクターですよね。嬉しい、かわいい。これちいかわとは違うんですか？かわいいですね、ありがとう。そしてあとね、もうちょっとある。で最近よく見るよね、鍵つけよう、すごい鈴が鳴ってる、これは何？お、すごいすごいすごい、
仕事健康金金ん恋愛金運仕事健康風水招き猫やって。お招き猫めっちゃいいじゃん。嬉しい。見て招き猫招き猫かわいい。風水すごい。これ恋愛金融仕事健康全部招いてくれてる。招いてくれるみたい。いいね。いいことありそういいことありそう。しかも空色だし。リュウタロウのマサハートありがとう。なになになに、ダイソーに来てるんだけど、ひな祭りコーナーが桜満開になってた。わ、早っ。早いな。桜満開、もう早いよ、それは。早いね。もうそんな時期？節分とかじゃないんですね。全部叶っちゃうね、これ。金運も恋愛も、仕事も健康も。2024年。いいことありそう。金運。仕事健康祈ってますね。なにこれは、これはどこで買ってくれたんだろう。なんだろう、開運トンボ玉ね、寝つき入り、なんて読むこれ、なんて読むんですか。おみくじ、中におみくじとトンボ玉寝つけいろいろの中からどれか一つ入ってます。お、なんだろう、これ何、これさ、なんか神社かどっかで買ってきてくれたのかな。すごいすごい、楽しみ。こういうの楽しいね。お、かわいい、めっちゃかわいいの入ってる。見て、めっちゃかわいくない。なんかこうお花がはみ出てきてる。ん？なんかお花がさはみ出てる、これ面白いねこれ。なんか手作り感あっていいね。手作り感っていうか、なんか本物って感じする。ほらちょっとここ見えます？ここお花が出てる。お花がちょっと置いてるの見える。よし、これがおみくじですよね。なになにねえ、吉台って何、吉台って何、吉台って何、ねえねえ、吉台って初めて見た私。吉台とかあるんですか、大吉じゃなくて大吉じゃなくて吉財とかあの。サッタンさんハートありがとう。死の神ありがとう。ねえ、吉財って初めて見るんですけど、大吉じゃないの、吉財とかあんの。吉財ってあるんですか、ちょっとみんな検索して。吉財って出てきた。吉財、あ、これ大吉かな、大吉？吉台って吉台って大吉？大吉なのかなこれは。ちょっとし見せてって見せる。でも文字まだ読んでないから、ちょっとうまく折って見せるね。いや、まあいいや。はい、ほら待って、これさ私の間違い、あ、これ逆に書いてあるんですね。星雲って書いてあるから運勢、あ、こっち読みね、こっち読みか。じゃあ大吉大吉です吉台じゃなかった。え、吉台初めて見えると思って、いや普通に読んだらこれ吉台やからね。大吉か、大吉だって、やった
大吉なんかさ、普通さこれ見た瞬間さ喜ぶやつじゃん、大吉ってさで私吉台とかあるんって思ってしまったから、もう最初喜ぶよりハテナだったの。これは大吉。この隣のやつも一緒に読むべきでしたね、運勢のところ。こっち読んだら分かったわ、吉台じゃないねこれ、大吉ですイエイ大吉。待って、大吉だって、嬉しい。プレゼントでいただいたけど私大吉だよ、すごくないちょっと忘れてくださいよ、忘れてください。これは書き方の問題ですね。だってさ普通運勢って書かん。ちょっと読むから。桃桜花取り鳥に咲き、いでて風のどかなる庭の思うかな。あ、まあこれはいいとして、ちょっと運勢のとこ見ますね。願い事、全然吉運に向いて思わず早く叶う。え、待って、願い事全然吉運って何ですか、忘れてよ。全然吉運って何、向いて思わず早く叶う。待ち人来ます。待ち人ってなんだっけ、来ます。うせもの出る、低いところ。うせものって何、旅立ち早く行くがり、飽きない密かにすれば吉。学問、安心して勉学せよ。相場、無理をすると大損。なくしたもの出る、低いところってどういうこと。待ち人が何、争い、初めは悪く後勝つ。勝つって私すごい。あ、株とかね、相場。恋愛、他人の言動に惑わされるな。だって他人の言動に惑わされるな、すごい。矢移り、時を受け。お産、触りなし、安産。病、治る。信心せよ、信じろってこと。縁談、気長く思い捨てず、俺は心のままになります。すごい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 、いいね。え、これいい、大吉イエイ。あ、どうもどうも。今ねファンの方からねプレゼント紹介してて、そう、今おみくじが届いたのでおみくじ読んでました。これも可愛いよ。めっちゃいいかも、めっちゃいいかも。願い事、ね、全然吉運ってどういうこと、早く叶うだって。全然吉運って何、全然吉運に向いて思わず早く叶う。待ち人来ます。うせもの出る、低いところやめてください。言わないで、言わんでよ。だってこれ書き方がさ、おみくじってさ毎回こうだっけ。いや、おみくじこうじゃないですよね。初めて見た、こういう書き方のあのおみくじ。だっておみくじだってさ、いつも買うやつこっちだもんね。やめますよ。だって運勢を見て、隣の運勢を見て、私はあ、大吉だこれってなった。隣見てませんでした。忘れて、みんな忘れてよね。大吉だよみんな、私大吉だから、大吉らしい。トンボ玉
ネジ付けっていうんですね。これワイサッピさん、ピンクのくもちゃんペンライトありがとう。いいね、いいこと書いてたわ、いいこと書いてた、嬉しい。プレゼントで届いたのにすごい。大吉だって、ありがとう、届けてくれて。大吉、大吉届けてくれてありがとうね、大切にするよ、ありがとう大吉。一生忘れん、ちょっとそれは困っちゃうな、困っちゃうな。ねえ、これつけたらいいことあるってこと？これ大吉ってこと？これもこれも持ち歩くってこと？だからもう結ぶとこないから、とりあえず。でこのさ、お花が気になる、これ取っちゃっていいのかな？この花取っていいんですかね、はみ出てるお花。ダメかな。楽しいね。なんかさ、ショールームさ、私めっちゃ思うんですけど、ショールームさ、なんか外とかでこうやっていいんだったらさ、観光地とか行ってさ、楽しそうな配信できそうだけど、多分ダメだもんね。カラオケもダメだもんね。だからな、バレすぎて腹が痛い、やめてよ。そう、本当だってね、そう、お花が出てるんですよ。そう、でもダメじゃんそういうの。だからまあできないけど、まあ、できたらの楽しいのになって思う。うん、やってる人いるよたまに。いやでもさ、外危ないでしょ、外危ないじゃん。そうだからできないんですけどね。いや、カラオケボックスでのカラオケダメだったじゃん、バンされちゃったじゃん。そうだからダメってこと知ったので、うん、そうで、なんか外でやってる人はもう見たことないので、みんなお家でやってるってことはさ、お家とかなんかお仕事のとことかさ、そういう現場とかでやってるってことはさ、外ダメじゃん、やっぱ危ないから。なんか観光地とかに行ったタイミングでできたらね、楽しいのにね。私はそれ結構前からやりたいと思ってたんですけど、まあダメなのできっとやんないけどさ。そう、なんかそう、お散歩配信みたいなさ、観光地で。そう、やっぱ観光地でしないとやっぱ危ないので、それは分かってるんですけど、でも観光地でやっても危ないよねきっと。ノンさん嬉しい、ありがとう。許可が必要なんや、誰に許可取るの。あ、プレゼント紹介、あともう一つ、あともう一つあるから、これ紹介するねこれめっちゃ面白いよ、これめっちゃ面白い。これはさ、きっとさ、これ何にあるんだろうね。見て、初心者マークが届いた。初心者マーク、初心者マーク届きました。あー、もうバイクに乗りたいわ。バイクは初心者マークないんですけどね、これバイク貼れそう。あ、これヘルメットに貼んの？のことね、そういうことね。あー、バイクに乗りたい、ありがとう、届けてくれて。いっぱい履く、ありがとね、嬉しい。本当に私、ファンの皆さんのプレゼントでめちゃくちゃ幸せ。うん、そう、このお洋服だって、そう、これは前も紹介したんですけど、あのファンの皆さんからいただいたプレゼントなんですけど、このお洋服はね、 NMB さんの方、元 NMB さんの方が
作ってるアパレルブランドのお洋服みたいなんですよ。そう、めっちゃ嬉しいよ。そう、嬉しい。あやちゃんに会いたいって、私もみんなに会いたいよ。外で配信してた、ほんと。でもなんかバンされるのは嫌なんですよね。もう初バンしちゃったので、カラオケで、カラオケでね。よし、トゥ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 、こんにちは、エライさん、ダールムさん、ありがとね。ショールームの DM は使わないんですか？ショールームの DM 使ってるよ。うん、使ってる。DM っていうかファンルームでしょ、使ってるよ。今日も使ったね、みんな。ピンクカメオさん、ジーチー、ありがとね。マジでいいことありそう、ファンの方から。あの、なんだっけ、おみくじで大吉もらったんで、いいことありそうです。しかもなんかこの風水、風水ってなんだっけ、風水のさ、何、キーホルダー、恋愛、金運、仕事、健康運のやつも送ってくださったので、なんかいいことありそうです。あ、カラオケ機能ね、よく使いますよ私。カラオケ機能、うん、よく使う。リュウタロウロウマイさん、キラキラ、ありがとう。ひだりんごさん、ヤッホー、こんにちは。そう、靴下、靴下って毎日履くから本当に助かる、うん、トゥ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 、気分で変えられるもんね。なんかね、いっぱい歩くときはね、足にいい靴下を履く。うん、トゥ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 、なんか頑丈なやつ、わかる。なんかね、ダンスの時もね、レッスンの日は毎日あの靴下こだわってた。あの、足が痛まないように。足ね、何回か痛めちゃったんで。そう、あのね、なんか下の方と、なんかくるぶしらへんかなに、なんかね、ゴム、固めのゴムがついてるやつがあるんですよ。そう、結構足が固定されるやつ、それダンスの時履いてた。なんでバンされちゃったんですか。あのね、カラオケボックスでね、言ったらダメっていうの知らなくて、そうやっちゃって、そしたらバンされちゃったの。足大事。ピンクカメオさん、ハートありがとう。そうなんですよ。大事だよ。動くときはね、運動するときは特に、運動したり長く歩いたりする日は大事。うん、変わるよ、靴下で。靴と靴下ね、変わるよね。よいしょ。そう、なんかスポーツブランドのやつ履いたりしてた、レッスンの時。うん、ルン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 。今日ビューラーしてないんです、私。気づきました、皆さん。今日ビューラーしてなくて、あのビューラーをあえてせずにアイシャドウ濃くしてマスカラは塗りました、
ご飯食べた。ご飯はお味噌汁とささみ肉にバジルとチェダーチーズが入ったやつを食べました。バジルチーズのささみ肉ハマってるんですよ。そう、温めて食べましたよ。上がってるって。でもまつげなんか上がってるね。なんでやろう。別にカール、あれカールキープ入ってるんかな。いやカールキープもなんもさ、あのなんやっけ、ビューラーしちょらんし、松葉ももう取れてるんですよ。だって松葉したの12月の初めなんで、もう1月の終わりでしょ。もうすぐ2ヶ月ぐらい経つんで下がってるんですけどね。でもなんかね、左目は確かにちょっと若干残ってるんですよ。持ちが良かったみたいで。でも右は結構落ちてて、でもなんかマスカラしたらいい感じ。なんかさ、私最近思うんですよ、なんかまつげね、やっぱねくるんってあのビューラーして上がってる方が、ギャンギャンに上がってる方が私はめっちゃ好き。でもなんかね、目パッチリ見えるんですけど、もちろん。でもなんかアイシャドウも、アイシャドウ塗ってマスカラもするってなったら、なんか上げすぎてない方がなんかね、はっきり見えたりするから、目がそうはっきり見えたりするから、なんかメイクのバランスでまつげの上げ具合も変えた方がいいのかなって最近思った。今日特に思った。まあ上がってる方が間違いなく気分は上がりますけどね。こんにちは、カメさん、ピンクカメオさん、キラキラありがとうね。トカチンさん、ハートありがとう。そう、でもみんなはまつげ上がってるのと、あ、まつげ上がってる方が好きか、そりゃどっちが好き。ギャンギャンに上がってるのと、ギャンギャンに上がってないの、どっちが好き。まあでも人によるよね、似合ってればみたいな方も多いと思うし。そう、メイクっていろいろ、いろんなパターンあるからね。どっちも好き、最高。とりあえず今日はアイシャドウ濃くしてみました。ノーさん、キラキラありがとう。そう、今日はなんかいつもね、いつもは二重幅、どっちも可愛い、嬉しい。あの二重幅の、そう、二重幅からはみ出すのがあんまり好きじゃなくて、好きじゃないから、そう、アイシャドウね、私は二重幅で収めてたんですよ、アイシャドウ。でもさ、なんかさ、美容室行った時とか、とかモデルさんとかのさ、インスタとか見たりとかさ、あ、美容室で電子何、iPad みたいなやつでさ、電子雑誌見せてくれるんですよ。そう、電子雑誌を見せてくれるっちゃけど、それ見ちゃってさ、こう拡大して雑誌に出てくるモデルさんの顔とか、メイクの感じとか、こう拡大して見ちゃったら、なんかアイホール全体にやっぱ塗ってるなみたいな、したらなんかメイクしてる感がめっちゃ出るんだなみたいな思ったりするから、まあ、人によって違うけど、そういうの見て、そう、この間ちょうど美容室行ったんで、今日ちょっとアイホール全体塗ってみようと思って。最初はさ、なんか今日ねメイクしよったら、ここまでアイシャドウ塗ってるんですよ。いつもはここまでなのに、ここまで今日塗ってるっちゃけど、塗ったらさ、なんか殴られた顔みたいなさ、誰かに殴られちゃった顔みたいな感じで、大丈夫かなこのメイクって思ったけど、なんとかなりました。
なんとか全部やったら良くなった。ラメとかのせたら、ラメのせるとね、アイシャドウ、もともと塗ったアイシャドウがちょっと薄くなるんですよ。だからラメも塗ったおかげでいい感じになりました。そう、ノーさんハートありがとう。そうそう、殴られちゃった顔みたいになった。なんか今日試し、お試しにと思って右目から始めたんですね。で左は何もやらん状態で、右からちょっとずつ仕上げて、あ、いけそうって思って左もやったんですけど、本当に右目だけやってる時、まあ、両目やっても思ったけど、殴られた顔だった。うん、殴られたことないけどね。そう、で今日あのあれなんだっけ、アイライン引いてない。アイライン引いちょらんね今日は。なんかアイライン引いたら、もうこのメイクでアイライン引いたら、なんか私の場合はちょっとキャバくなっちゃうんで引きませんでした。なんか前ねメイクさんにもね言われたんですよ、めっちゃ前に。あのなんだっけ、サウンジャの場合は、私の場合はあのマスカラかアイライン、どっちかがいいと思うみたいな。マスカラするならアイラインいらないし、アイラインするならマスカラいらないみたいな、どっちかでいいと思うみたいなのを言われたことがあって、そう確かになって思う時がある。黒曜さんキラキラありがとう、アイラブありがとね、くもちゃんのピンク、くもちゃんのペンライトもありがとう。ごえんさんこんにちは。うん、そう今日は濃いめ。でもメイク感あるね、メイクしてる感あるねやっぱり。こんにちはみんな。チャンドゥですチャンドゥ、チャンドゥ、チャンドゥだ。昨日のチャンドゥね、チャンドゥって覚えたらいいのか。じゃあチャンドゥ、キャンドゥ、チャンドゥ、キャンドゥ。ね、私さいつもさあの覚えれん時にあの似たような用語を覚えて、あこれをも覚えちょけば、これを頭に入れちょけばこの言葉も出てくるみたいな感じで、あの思い出すんですけど、でもそもそも思い出そうとするときにこの言葉を思い出せば思い出せるっていう言葉の方が出てこないので、あのダメですね。やっぱなんかメモとかした方がいい、頭にメモするより。うん、ごえいさんハートありがとう。あそういえばごえいさん旅行中、チャンドゥは虎のキャラクターですね。シンバがライオン。おっちょこ違うよ、おっちょこじゃないよ。トカチンさんキラキラありがとう。ドゥ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 、あら違う、違います、トラトゥさん違うでしょ。キャンドゥは100均、そう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 、キャンドゥ100均。だからあのトラのキャラクターのチャンドゥを思い出したかったらキャンドゥを思い出せばいいんですけど、多分そのチャンドゥの名前を覚え出すときにはキャンドゥは多分思い浮かばないんですよ。そういうこと。そう、虎のキャラクターでも私はチャンドゥより
シンバ派なんで。こんなメイクをしてるのなんでよ、なんでアイホール全体にアイシャドウ塗ってみたの。それでキャンドゥって言ってチャンドゥ出てこなくて、出てくるよ。キャンドゥを思い出せばチャンドゥちゃんと出てくる。思い出す。違いますよ、間違いです。みんなが言ってるのは天然じゃないです。メイクしてお出かけですかって。メイクし、うん、ショールームするためにメイクした。みんなに会うためにメイクした。なんで別人いいってこと、いいの悪いのどっち。カメのキャラクターはカメカメ、なんだっけ、ラン、あ、待って、それ思い出す。ラルメルまっちゃさんキラキラありがとう。ラルメルじゃない、違う、あ、ブー、嘘、ラルメルじゃない。マングースさんキラキラありがとう。待ってラ、待ってメルつくよね。メルつくくない、あ、オルメルか、うん、ラルメルじゃなかった、オルメルね、オルメルか、オルメル、ごめんなさい、覚えられませんでした。オルメルなんて覚えよう。いや、メルちゃん、いや、メルちゃんじゃ覚えらんないな。オルメルオルビス、え、オルビス、うん、オルが出てくるもんね、メルは出てくるもんな。チャンドゥ、オルメル、せっかく覚えたはずなのに。で、なんだっけ、クッキーアン覚えたよ、もうクッキーアン覚えたから。オルメル覚えなきゃ、オルメル、どうやって覚えよう、覚えらんない。オルメル難しい、覚えらんないな。どうやって覚えた、オルメルのさ、じゃあさ、あの、あれ教えてよ。あ、待って、あずき太郎、懐かしい、あずき太郎、出たちょいちょいいじるな、私のこと、ちょいちょいいじってんでしょ、みんな気づいてますよ。オルメル、ちょっと覚えらんない。オルメルオルが出てこないな。どういうこと、昔のさ、あのディズニー好きだ、今も好きだよ。今度ファースパーでお菓子送ろうかなって。お、嬉しい。何のお菓子かな、どちらにじい楽しい、やめてください。あずき太郎くん、あずき太郎くん、かっこしのって書いてるだけ嬉しいわ。待って、ハウアップさ、昨日したよ。昨日ハウアップだったよね、みんな。最初。ハウアップだったよね。デコ出しは、前髪切っちゃったからな。デコ出しは前髪切っちゃった。トシくん、お疲れ様ごー。なんて、いや、昨日だから最初ね、
パワーアップだったの。そう、うん、リクエストした本人がいないときにその髪型にするのは良くないと思う。それはファンの皆さんが違うよ違うよ、予告なしでするんで毎日見に来てくださいってこと。待ってるから。そうそう、私は悪くないさ、悪くないさ、みんな見に来なきゃ。今日はあれかな、今日はあれかなって願ってみんな会いに来てください。ね、チャエさんかな、こんにちは、サノです。SNS 載せてない途中でね外しちゃったから。そうね、お話し会お話し会確かに巻き下ろしが多かったね。でもオンラインとかポニテあったよ。お話し会私ポニテしてない、最近一番近い時でやってないっけ、おろしの巻きだったっけ。いや嫌われてないですよ面白い。しかもめっちゃ珍しくハーフアップしたのにね。しかもさ昨日さあれだよね、見に来てくれちゃったよね最初。だから私がハーフアップの時間に見てなかったんですね。もうそれはどんまいよどんまいよ、うん、タイミング、タイミングですね。インスタライブみたいな感じじゃない。インスタライブもさタイミング合わんと見れないじゃん。そんな感じ、そんな感じ。まあインスタライブもショールームも配信ってことには変わりないんでね、その日その時間だけのね。最近ちゃんと配信見てなかった、ごめんって。なんか謝ってくれるの、謝んなくていいよ、ありがとね来てくれて。ジャンドゥの下りくらいからしか、そっか、そうね、運転中はダメよ確かに。そっかそっか、運転してたのね昨日はハーフアップでしたよね。最初見に来てくださってた皆さん、ハーフアップ見れましたよね。まあみんなハーフアップに反応してなかったですけどね。ハート白になりそう、濃くしてください、ピンクを濃いピンクに育ててください。しとくをかっ飛ばしてた、それは無理だ、それは無理だわ。うん、濃くなる、毎日見に来たら濃くなるよ、願えばね願えばかな、叶うよ、濃くなるよ、赤く燃えてくる、きっとなるなる。うん、頭文字 D だって、何何、頭文字 D だってどういうこと、何の頭文字、うん、
パウ D って何何の頭文字ゲーム何どういうこと頭文字イニシャル何のイニシャル何のイニシャルよ。ゲームのイニシャル？ディズニー。何？86？ 86？ ゲーム？何の話？何の話してんのみんな。ディズニーかけないと。ちょっと待って、何の話してんの？配信者の私がついていけないよ。ついていけないよ。何の話？ちょっと詳しく聞かせてもらおうか。ね、頭文字 D の話って何？何の頭文字？アニメ？わかんない私アニメは。ついてきて全然わかんない。全然わかんない。全然わからないよ。あ、頭文字 D っていうアニメな、クイズかと思ったわ。びっくりした。そりゃわからんさ。ドリフト？あ、ドリフト？あれね。あれね、車のやつね。車のパフォーマンスのやつね。自転車の走り屋さんのアニメ。イニシャル D だからねって分かんないから話変えてください。話変えてください。何？走り屋の話？走り屋って何？自転車の話ってこと？ごめん、ついていけなかった。初めて聞いたよ、そのアニメ。ちょっとみんなだけで盛り上がってる。サーノンが置いていかれてる。一番悲しい。トカチンさん、お花ありがとう。ねえ、今びっくりしちゃった。ほっぺがめっちゃ冷たいわ、私。めっちゃ冷たい。ひとみさんのね、確かに。なこさん出てたよね。必然性歌ってた。わー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 。国雄さん、掛け軸ありがとう。待って、守りたい、守りたいなんちゃらって書いてあった。掛け軸ありがとうね。タタラララララ機嫌直してありがとう。ピンク亀尾さん、だるまさんありがとうね。あ、やばい。お、大丈夫だった。ピンク亀尾さん、ハートありがとう。キラキラもありがとうね。わん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 、イエーイ。ちょっとだけじゃあカラオケしよう。1曲か2曲ぐらい歌って終わりますね。1時間、今何分ぐらい？今
何分ぐらい配信してる？ワイザップさんありがとう。53分何分からしてる配信？何分からしてるか教えてください。57ってことはあと3分ぐらいで1時間ダダララン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 ダダララン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 うん。
なんか2番懐かしかった。みんなありがとね。よもぎちゃん、懐かしい。よもぎちゃん、アシタバショウガ、アスパラショウガって言っちゃった。タタタタタン、楽しいなカラオケ。ニョンプナーありがとう。
けを鳴らしたかった。もしも好きな人できたな、はっきりと言いたいよ。今ゼロ三太陽、どこかで日が昇ればきっとどこかで同じ時に日が沈むよ。順番に迷ってる表情は思いやりに溢れ切なく見える。たとえさよならを選んでも僕たちに悔いはないよ。今ゼロサポートに何か手に入れれば、その分何かが手のひらからこぼれてゆくよ。ゼロ三二人、信じるべき絆はどっち？片方の愛に傾けば行くしかない未来。誰が悪いわけじゃないよ。君は笑顔で幸せになれ。ゼロ三、ゼロ三太陽、どこかで日が昇ればきっとどこかで同じこの日日が沈むよ。ゼロ三太陽、君のハートはいい。誰かの愛が輝けば受けてもいい。僕は教えて。ちょっと振り V 見よう。また振り V 見て思い出すね。まあこれ懐かしいな。途中で終わるけどね。
合わせて愛を確かめてるのよ。お兄ちゃんコレクション、お兄ちゃんコレクション、お兄ちゃんコレクション、これはね、振りがね、4回、5回変わった。立ち位置も変わった。ニーズも変わった。大変でした。この曲。わがままコレクションって曲です。そう。武道館でやったんですけど、確か。めっちゃ大変だったよ。最後です。
コールいっぱいありがとうございます。久しぶりに画面越しではあるけどコール聞けて嬉しいです。ありがとうございます。やっぱね好きですね、こうやって皆さんのコールを聞いて歌うの楽しいね。歌って踊るのありがとうございます。ってことでランキングをね読んでいきたいと思います。13位は江田さんありがとうございます。12位は RR さんありがとうございます。11位は龍太郎ローマンさんありがとうございます。10位はピンク亀尾さんありがとうございます。9位は翼欲しいさんありがとうございます。8位は総帥さんありがとうございます。7位はあずき太郎しのありがとう、めっちゃいじるやん私のこと。6位はマングースさんありがとうございます。5位はトカチンさんありがとうございます。4位はやす1983さんありがとうございます。3位はあれもう待ってよ、5位から読むごめんね。5位はトカチンさんありがとうございます。4位はワサピさんありがとうございます。3位はやす1983さんありがとうございます。2位はドマさんありがとうございます。そして1位はコクヨさんでした、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ってことで今日は夜もね配信しようって思ってるので、皆さん夜の方もこの夜は多分9時とかに始めると思う。うん、この配信そうだね、この配信をもう1時間以上やってるので9時過ぎになるかと思うんですけど、はい、10時までやりたいと思うので皆さん会いに来てくれたら嬉しいです。またファンルームにてお知らせしたいと思います。またねお昼の時間帯に配信できるときはカラオケも今日みたいにやりたいと思うので、皆さんよかったらお昼も夜も配信やるとき遊びに来てくれたら嬉しいです。ってことで皆さんランウェイイベント応援してくれて今日もありがとうございます。また夜お会いしましょう。ってことでバイバイみんな、せーの、空のじゃんけんじゃんけんブン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 、みんなありがとね、バイバーイ、ありがとう、バイバイ。設定変えないとだね。